第一章。こんなに頑張っているのに成果が出ない。あなたの今を変える言葉。一。いつまで経っても自分に自信を持てない人へ。うぬぼれているくらいなら自信がない方がずっといい。自信はないよりもあった方がいい。でも、 実力もないのに自分によってうぬぼれている人がいます。それよりも自信がない人の方がよっぽどいい。自信がない人は自分をきちんと捉えています。うぬぼれている人は人から認めてもらいたいため学ぼうとする気持ちより教えてやろうとする気持ちが強いもの。そのうち自信がなかった亀に追い越されるうさぎのようになっていきます。 自信がなければその分努力して準備をするためやがて結果がついてくるでもうぬぼれているようでは必ず大きな失敗をします毎日の努力と周到な準備そしていい結果がついてくれば自信は後からついてくる「2. 忙しい」が口癖の人へ。 本当に有能な人は、忙しいとは言わない。忙しいと言っている人が、本当に忙しいとは限りません。忙しいが口癖の人は、人に自分のことを、忙しい人だと思ってほしい人です。つまり、こんなに忙しい、有能でしょうと思ってほしいから、忙しいとアピールしてしまうのです。でも、 忙しいという言葉を聞く相手は、侵入禁止と言われているような気持ちになるだけです。仮に忙しくても涼しげに仕事をこなす。それが本当に有能なビジネスパーソンです。忙しがる人は段取りが悪いだけ。三、頑張っているのに評価されていないと感じている人へ。 どんなに仕事ができても立場をわきまえない人は評価されない。会社員が上司から評価される要素は、1、仕事を期限内にきっちりとこなせるということ。2、周りの人に対して素直で謙虚、上司が使いやすいということ。以上の2点です。上司も感情を持った人間ですから、同じように仕事ができる部下が2人いたら、 性格の良い,い方を引き上げます。これは当たり前のこと。仕事に打ち込み、それを完璧にこなしたとしても、身の程知らずな言葉遣いや不損な態度は、ビジネスパーソンとしての評価を著しく下げるだけなのです。上司に対する態度も仕事の評価の一部。4。落ちていく人にはなりたくない。 とビクビクしている人へうぬぼれやと恩知らずは必ず落ちていくどんなにうまくいっている人も夢が叶った人でも自分一人の力でそうなった人は一人もいませんそこには誰かのおかげがあったのです思い上がっていたり恩知らずな考え方をしておかげの存在を忘れると そのおかげがなかった状況に引き戻されるのです人は何かの願いを叶えようとしているときは謙虚でけなげになりますがその人の本当の姿は願いが叶った後に何を考え何をするかなのです物事がうまくいった後自分の力を過信するとどれほど自分の力が小さいかを思い知らされる出来事が起きるのです いつでもどんな時でも忘れてはいけないのがおかげさまの心。